ューチャンネル。ご視聴ありがとうございます。今回は、Q さんの代理で、私アリアルが、ドラゴンクエストビルダーズ2の実況をしていきます。前回、スターキメラを倒し、今日は、デーモン団の鎧の騎士たちに襲われて勝利したところからになります。まだシドウ君とギクシャクしてますね。悲しい。早く仲直りしたいですね。おしゃれな屋根もありますが、牢屋っぽいものもありますね。嫌な予感しかしません。今回は兵士さんの味方。仲間が増えるのは嬉しいですね。ここのところ、戦いの中で犠牲者も多くて悲しいですが。リック君が何かお話があるようです。何だろう。スパイはいない方が嬉しいですけど、いるのかな？ミトさんの話も聞いてみましょう。教会はいいですね。ドラゴンクエストといえば教会はおなじみセーブポイント。では、教会から設置して。みんなに作ってもらうことにします。位置は、右側のすいたこの辺で良いかな。城とは違って、材料が少なめで助かりますね。では、この辺で、前回のコメント紹介をさせていただきます。いつもありがとうございます。ヒロマカホさんからのコメントです。ラーの鏡、やっぱり指導映らなかったね。理由がわからないので、この後楽しみ。バギバ級無威力ありすぎ。本当に続きが気になる。編集お疲れ様でした。少し早いですが、来年もよろしくお願いします。アスタリスク。良いお年を。こちらこそ、来年もよろしくお願いします。指導がなぜ映らなかったのか。本当に気になりますね。
では、次の方、いつもありがとうございます。アリアさんです。こんばんは。高評価しました。とのことです。いつも本当に感謝しています。来年もよろしくお願いします。では、動画の方に戻っていきます。なんとか玉座の部屋もできましたね。教会も、みんなカチカチハンマー叩いて頑張ってくれてる。両方できたので、クエスト完了報告をしましょう。水戸さんは良い人ですね。シロウ君との空気なんとかしなければ。では、水戸さんにも喜んでもらうために、砲台を設置していきましょう。確かに、現状を打破するのは、とても勇気がいりますよね。頑張っていきましょう。アレッサさんも、何かお話があるみたいですね。今回も材料集め大変そうだけど頑張るぞ。このハテナマークなんだろう。
シロウ君とうまく話せてる。良い感じですね。それにしても、リック君、気になることってなんだろう。最近、リック君は、スパイ情報に対して、敏感だから何か感づいてるのかな。それとも、これは変化の杖かな。使ってみましょう。キラーマシン君がいたので話しかけてみます。変化の杖でバニーになれるのかな。使ってみましょうか。オッカムル島に行ってきてください。目的地っぽいところに来ました。何かいますね。バレちゃった。でも、この方が手っ取り早くていいかも。この流れ、アネッサさんじゃない気がしますね。はめられてる気がします。では、
戻って作っていきましょう。ドラゴンクエストではおなじみ氷の魔法シャドですね。マシャド使いたい。やっぱり違う気がしますね。戦闘が来ました。キャドトラップの威力見てみましょう。シドウ君は旅の最初から一緒の相棒。そんなこと言われるとなんだか、こっちも辛くなりますね。早く元通りに戻りたいな。来ましたね。キャドどうなるんだろう。負けないぞ。こっちにはシドウ君もいるし、頑張るぞ。なんか飛んできてる。でも凍らせた。みんなで乗り切ろう。これがヨナズン。自分も使いたい。
では、そんなところで終わっていきたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントなど残していただけると、大変励みになります。よろしくお願いいたします。では、次回の動画でお会いいたしましょう。またね。